あれ忍者地味じゃなかった地味。え？なんでこんなに派手に。おお、りゅうくんおはようございます。おはようございます。はい。はい。今どこにいますか。今ここは糸島のカフリ漁港っていうところ。おお、lots of boats。で、カキ小屋とかもあるんですか。カキ小屋はあっちにある。ああ、もう今シーズンだよね。そうだ。食べたんですか。カキ、はい。食べた。はい、で今日どこに行きますか。今日は佐賀の方に。はい。忍者村に。おお、忍者になります。忍者になります。うわ、おい、おお、危ない危ない。危ない。おお、チャ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 。で、まあ見てる方は多分思ってると思うんですけど、なんで今日は直奥さんがいませんですね。ないのかっていうと、ちょっと別の仕事で。はい。それか、りゅうくんが忍者でアサソン。暗殺あ、そう。しました。僕がやっちゃいました。Oh my god! Oh my god! Oh my god! さあ、佐賀、迎えましょうか、はい。はい。そういえば、あの山って何ですか？あれは、かやさん。かやさんはセクシーだよね。僕のアパートの近くも毎日、それを起きてもう見えるんですよ。365年。でしたっけ？あ、一年間やね。一年山。一年山ね。じゃあ、行きましょう。そう、プッシュ。オッケー。あ、バンでかいね。じゃあ、バイバーイ。一緒に行きます。おーい、りゅうくん、はい。はい、着きました。あ、これなんていうところですか？これは、佐賀の忍者村です。忍者村。この忍者村で何ができます？忍者になりきって、手裏剣投げとか。おお、リュウ君が忍者になるんですよね。楽しみ。じゃあ、行きましょうか。忍者。リュウ君は忍者の、お、忍者いる。お、いるんだ。やばいな。あ、忍者。いやー。わ、この人大丈夫か。はい、こんにちは。そう。はい。これは昔みんなが着てた服ですか？そう、あのですね、昔のですね、この服っていうの、今の忍者の服のモデルは、農民が着てた、農民ですよね。農民が着てた服がモデルです。その、米とかやってた人とか、ね。で、この足を絞るのにも理由があって、昔は、移動するのは歩いてする、移動してたので、はい、これは足を絞ることによって、はい、足の疲労感。疲労感疲れにくくすることを目的としたり、あとは歩くことで骨がずれていったりする。おーおーおー、すごい距離を歩いてたので、なるほど、1日10キロ以上歩いてたので、やはり骨というのは負担がかかってくる、ずれてくるので、そのずれを矯正するために、こういうキャハンというのをしております。大事にするということですよね、こう。はい、なるほど。折れないようにね。これ本当に昔の人はよう考えてた。はい。はい、ただ単にこう 歩くときに音がしないようにとかそういうのかなと思ったんですね。ね、それはですね、これはやはり疲労感が疲労だ、疲労感よね。どうしても昔の道って凸凹だったり、はい、あ、たくさん今のまっすぐの道、平らな道じゃなかったんですよね。いや、もう大変そうだったんですよね。そうなんですよ。おお、かっこいい。よし、忍者忍が出てきました。ちょっと見えてるのがおしゃれ。そうやね。忘れたんじゃなかったよ。手裏剣や苦難というものがあって、はい、そういう圧倒的に優れた武器や、うん、あとは
の区内というのは穴を掘ったりできるので、ショベルってあれじゃないですか。はい。それの原型が区内です。勉強になる。もともと土を掘る道具だったり、はい、壁を登るときに使うのが区内です。で、紐をつけて、こう、で、こう、ちょちょちょ、おぉ。登れたりするので。それが区内というんですね。で、大体忍者の道具って、うん、農具。農具、はい、ハーマー。もしかしたらみんな、忍者は昔みんな農民だったんですか。そう、あの忍者って不思議なのですが、はい、反応って言って、今のサラリーマンみたいに、農業を半分しながら、うん、自給自足の生活をしたりして、で、その傍ら、うん、午前中は農作業をして、午後からは、その薬や作ったり、はい、薬学だったり、その忍者の道具を手入れしたりとか、常にいつでも動けるように。やっぱり自給自足しておかないと食べるものですよね。ですよね。あ、そっか、忍者ってなんかその政治に、うん、政治と関係があったと思うんで、あるんですね。十分あります。ですが、忍者って傭兵集団なんですね。うん、傭兵集団。はい。ですので、あの、例えば、うん、お城の殿様が、ちょっと調べに行ってほしいって言われたら、うんうん、忍者はいろんな紛争をして紛れ込んで、うんうん、生活の中に誰にもわからないので、バレないようにですね。で、あとは忍者って一つもう戦ってこう死んでとか、はい、まあそういうふうなことをイメージしがちですが、忍者は生きて帰ってくるのが仕事ですよね。死んではならぬ、生きて帰ってくる。そして情報を伝えなければならないというふうな仕事にやったので、はい、あんな忍者バトルみたいなカンカンとかってます。あれ、忍者じゃない。ないんです。ないですよね。戦わないように、戦わないように引きながら、ただしてかい。なるほど。情報はいっぱい持ってかい。いや、スパイだからね。スパイですよね。はい。だから、すごく忍者って、イメージが、こう、派手なイメージありそう。実は地味なんですよ。なるほど。なるほど。なるほど。勉強になるんですよ、ね。ああ、ありがとうございます。はい、ちょっと侍とちょっと違うんですよね。そうなんですよ。ね、でも忍者も、一応、武士。武士で、うん、中でも下級、うん、一番下の位の侍としても扱われてました。ですので、一番下の位の下級武士って呼ばれるんですけど、はい、そのクラスの人たちが下級武士。下級武士。一番下の位。下働きみたいな。そうそうそう。その位の侍たちが、忍者として活動してたっていうのがあります。はい、勉強になるね。ですので、地侍って呼ばれるんですよ。そういう格好で。地侍。地侍、農民とか、うん、そういう人たちが集合体として忍者として活動してたんです。でも普通の生活しながら、こう、そう、あの、僕が忍者ですという情報をみんなに伝えないように、こう、うん、あの、もう、みんなと同じく、そうなんです、同じ生活にするんですよね。うん、じゃあ今日同じ陸も、歩きながら村の、みんながバレないよ。歩き方コンテンツ。歩き方もいろいろあるからですね。あ、これよくなんかね、アニメで。あ、そう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 。でも、忍者っていうのは、簡単な歩行術を一つお教えすると、うん、お兄さんが歩いてるんですよ。はい。で、その後ろをピタッてくっつくんですよ。うん。それで、お兄さん歩いてもらうと。ああ、もう暗殺みたいな感じ。お、これ浅瀬やん。あ、なるほど。なるほど。これね、名前を飲み知らみの術って。飲み知らず？飲み知らみの術。知らみ。飲みとか知らみっていうのは、寄生して、動物のほら、猫とか犬にピョンって飛びつって移動するじゃないですか。はい、うん、そうですよね。で、それの名前から由来が来て、ぴったりと背中がついて、同じ、うん。なるほど。飲み知らみの術。うわぁ。すごい。ちょっと、もう死んだ。なんかね、もう、you're dead. こういうのも忍術としてあるので、派手なイメージがあります。忍術って実は、こういう日常の生活に、いかにして溶け込むかっていう。なるほど。忍術の一つ。一つですよね。うん、やっぱ生き方もそこは大事ですよね。うこう。あ、呼吸呼吸ね。呼吸って。だってバレないようにこう。そう、呼吸の方法もいくつもあるんですよ。息を、うん、切らして。わぁ。
片付けも長くなってしまった。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。話し出す拙者1時間いやいや、もう、すごい興味あるので、ありがとうございます。ありがとうございます。忍者になりましたね。リアル忍者。リアル忍者や。情報も、あ、勉強になるね。勉強になりますね。今、いるかな、糸島では。糸島忍者いる？いないと。どうかな、うん、糸買いに行ってる。糸買いに忍者。